戦場に立つ以上覚悟はできている。ヤッホー、戦いが終わるまで私は止まらぬ。血ぬられた道、私が切り開きましょう。先制奇襲、有利を思います。よっしゃ、行くぜ。あと何度戦えばいいのかしら。勝たなければ生き続けられないもの。ええ、任せてちょうだい。逃がすと思いますか。戦い、すべて大義のためです。仕留めるのは何においても勝つのが大事よね。活躍ですね。私は一歩も引かない。死なずに済む。さあ次だ。戦場を広く見なくては。掃除に行くぞ。アドラステア皇帝、マイル。全力で行く。ダメだ。これも未来のための一歩。陛下の敵は殺すだけです。死ぬ覚悟もすぐ。これで邪魔はなくなりました。ただ勝利のために。許しはいらない。これが戦いだ。戦いが終わるまで私は止まらぬ。まだまだ。これも未来のための一歩。未来のためも悪くない。驚きました。
で戦える。奇襲有利思います。おっしゃー行くぜ。俺は負けねえ。邪魔する奴は残らず。時間を使いました。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。勝利、皆の心燃やします。任せてちょうだい。運も実力のうちだぜ。報酬を与える必要が。あと何度戦えばいいのかしら。何においても勝つのが大事よ。さすがの勝ち。血塗られた道、私が切り開きましょう。アドラステア皇帝、マイル。戦場を広く見なくて。助かるぜ。掃除に行くぞ。未来のためも悪くない。戦場に立つ以上覚悟はできている。てや
れで邪魔はなくなりましたな。死なずに済んだか。さあ次だ。戦いに終わりなんてあるのか。貴殿の力見それていましたよ。時間を使いました。何を見ても勝つのが大事よね。強く。掃除に行くぞ。未来のためも悪くない。おっしゃー、行くぜ。運も実力のうちだぜ。先制奇襲有利思います。皆のため破れるできません。アドラステア皇帝マイル。戦場を広く見、戦場に立つ以上覚悟はできている。あと何度戦えばいいのかしら。やっ、トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。血塗られた道、私が切り開き、陛下の波動を自慢にもなりません。敵に情けをかける余裕はないのだ。大心強いわ。
穴を開けてやったぞ。死なずに済んだか。さあ次だ。よし、勝てたね。勝利、皆の心燃やします。戦う。その息よ。未来のために悪くない。コルネリア殿、物見の兵からの報告です。ガルグマクを進発した帝国軍は王都から進路を変えてこちらに向かっている模様。何ですって？進軍速度も速く、数日のうちにこの地に攻め入ってくるでしょう。私も配下の一部を王都に送ったばかり。かなり厳しい戦いになるかと。バカな、そんな話を聞いて。いえ、わかりましたわ。そういうことを私が狙いというわけね。狙いと？アリアンロッドを落として二方向から王都を攻めるのが目的では？表向きはそうでしょうね。けれど事情はそう簡単ではありませんの。それに安心してくださる？厳しい戦いにはなりませんわ。このアリアンロッドは私の用意した可愛い子たちが守りますから。コルネリアだ。アリアンロッドは400年ほど前に築かれた城塞都市です。もともとは太陽王国の前線拠点として、帝国の金と技術により建造が始まりました。
けれどローベ家の当主は密かに王国への寝返りを画策していたの。城塞の完成間近になって、対帝国への防衛拠点として作り変えられ、城塞の完成とともにローベ家は王国への侵入を表明した。それ以降アリアンロッドが陥落したことはありません。敵の侵入を許さぬ白く美しい城壁と聖城は白銀の乙女の異名で呼ばれています。帝国にとっては苦い思い出の残る恨めしき乙女というわけですな。その思い出、私たち上書きします。過去は過去、今は今です。ぐー、先祖代々落とせなかった城塞、俺が落としてみせるぜ。先祖代々の使い方がおかしくないかね。まあ内容は同意だが、堅牢さを誇るアリアンロッドを瞬く間に陥落させ、王国軍に衝撃を与えてやろう。無敵の城塞都市、いいなあ。引きこもりにぴったりですよ。残念だけど、もうすぐ無敵じゃなくなる。白銀の乙女の鉄壁の肌が傷物になってしまうわけだ。はあ、悲しいな。白銀なのに鉄壁、銀なのに鉄。ああ、言葉難しいです。リン君、変な言い方はやめてちょうだい。守りの固い場所を攻めるんだから、仲間も傷つかないように注意しなきゃ。みんな頼もしいわね。それでは進軍を再開するわ。この戦い、フォドラの未来にとっても重要な意味を持ちますからな、先生。そうか、このような生き方も。あなたか、ちょうどよかった。ああ、もう夜かね。少し熱中しすぎたようだ。あなたに話したいことがあってな。それでちょうどよかったわけさ。あなたの生き方の話だ。私はあなたはまさに英雄のごとき存在だと感じている。失われた紋章を宿し、天帝の剣を使い、皆の先頭に立って大いなる敵と戦う。だが一方で、あなたは軍師のような地位にもある。王たる者の隣に立ち、補佐する役目を進んで追っている。あなたには何かをなそうという欲がない。だというのに、全てを成し遂げていく。どこが課題なのだ。全て事実ではないか。今私が読んでいたのはファーガス神聖王国の建国史なのだがね。ファーガスを建国した獅子王ルーグには二人の親友がいた。そのうちの片方が無欲の軍師パーンだ。建国史によると、パーンは何も欲さず、その命さえもルーグの手助けに費やした。英雄のごとき力を持ちながら、出しゃばらず、決して名を残したがらなかったという。故にパーンが具体的に何を成したのかは記録として残っていないようなのだ。ただ親友のルーグを助けたと伝わるのみ。知らないのも無理はない。私とて名前しか知らなかった。だがあなたの生き方を見て、パーンの知られざる偉業に思い至ったのだ。もちろんこれは想像に過ぎない。だがそうであっても構わない。結果が記録に残らない生き方でも、何かがなせるのではないかと。ああ、私はエーデルガルトには勝てない。いつだって彼女は私の前を行くだろう。だがそれでいい。私は私だ。あなたのように、あるいは私の読み解いた無欲の軍師のように、形に残らぬことであっても、
私はなすべきをなしたい。こうして我々が向かい合って静かに血を飲んでいるというのも妙な気分ですな。私は紅茶だが、君は紅茶ではないだろう。その香り、テフではないのか。確かダグザの特産だったか。私はあまり好きではないのだ。よく知っておりますな。さすがは貴殿といったところでしょうか。貴殿はあらゆる面でエーデルガルト様に負けているように見受けられますが、その紳士さだけは貴殿の方が勝っているやもしれません。ん？どういう意味だ？ある意味愚直さとも言えますが、貴殿のその前向きなところは誰に負けることのない立派な長所でありましょう。何？貴族として常に貪欲に成長を望み、知識を入れ壁を乗り越えんと切磋する。普通なら回り道したり諦めたりする場面でも貴殿は止まらない。なかなか真似できることではありませんよ。ヒューベルト？どうしたというのだ？風邪か？いや、もしや危篤か？私は君の遺言など聞きたく。チッ、ただ褒めただけで気持ち悪いうろたえ方をしないでもらいたいですな。気持ち悪い？私は自分の判断に感情を挟まない。それだけのことですよ。たとえ貴殿を苦々しく思っていても、それと貴殿の評価とは別の話ですから。全て理性的に判断するからこその絶対の忠義、絶対の自信というわけか。君への認識をまた改めねばならないようだ。分かってもらえましたかな。だがやはり貴殿に褒められると鳥肌が立つのは抑えられそうにない。せめて手紙にしたためてくれ。いいでしょう。奥が一にも次があればその時はそうしますよ。メルセデス、ここにいたか。あら、フェルディナント、そんなに息を切らしてどうしたの？何、君に見せたいものがあってね。何かしら？わかったようだな。これは君の養父の作った取引の書類だ。君を養子にするにあたってかなりの大金が動いている証拠だな。簡単に入手できたよ。入手ってどうやって？フェルディアに潜入し彼の身の回りを探っただけさ。優秀な貴族たるものこの程度のことは朝飯前にこなせないと。すごいわね。じゃなくて、危ない真似はしないで、フェルディナント。私のためなんでしょ？こんなことしなくても。いや、自分のためだとも。私が我慢ならなかったのさ。それよりこの書類が表沙汰になれば君の養父の評判は地に落ちる。当然貴族になる話は断ち切る。両親にもよるが、普通なら君との養子関係は解消だ。君は自由の身になれる。これは君に渡そう。好きに使ってくれていい。本当に？これがあれば私は自由になれるの？ああ、もちろんだとも。君は君の思うまま自分の人生を歩むことができる。
私の人生。ごめんなさい、フェルディナント。この書類はあなたが持っていて。な、それは一体どういうことだ。私はずっと誰かに流されるまま適当に生きてきたわ。それでもいいって思っていたの。頑張ったってどうにもならないって。でもこうして自由を与えられてみると、それもなんだか違う気がしちゃって。君の言葉は時にとても難解だな。君は自由な人生を送りたくはないのか。そうね、フェルディナントらしく言うならこんな感じかしら。真の貴族ならば運命を自ら切り開き、己の手で自由をつかみ取らねばならん。これは一本取られたな。ならばこの書類は私が預かろう。だけどあなたの気持ちは本当に本当に嬉しかったわ。あなたが私のために行動してくれた、それだけで十分よ。そうか、ならば私は君の心からの笑顔を見られた、それだけで十分かな。リンハルト、謝罪します。掃除の罰、あなた責任ありません。あれを訓練剤にしちゃえって言ったのは僕だからね。その後も結局付き合ったし、あのゴミの山が帝国軍預かりの資材になってたなんてな。いや、くだらないことを思いつくんじゃなかったよ。くだらないありません。大変くだる、くだります。私とても助かりました。保存効く燻製、感謝もされました。まあそりゃ食料はいくらあっても困らないだろうからね。この罰も帳消しになってくれりゃ言うことなかったんだけど。勝手な行い許す、軍示しつきません。任務与えられる、私答えるです。君は真面目だし熱心だね。そういえば君が探してた本あったよ。あ、フォドラ生物大戦ですか。嬉しく思います、リーハルト。あなたすごい人です。気にしないでよ、本は僕の得意分野だからね。リーハルト、私あなた聞くことあります。え、聞きたいこと。最近あなた面倒言いません。私の頼み引き受けます。理由、私知る望みます。なぜですか。なんだろうな、君は頼むときすごく真剣だし、いろいろ手を抜かずに頑張ってるし、要は好きってことかな、君みたいな努力家が。好き？努力家ですか。そうだよ、自分にはないものを持ってるからね。あなた好きなら努力する、続けます。私あなたの知恵あれば私より努力できます。だからあなたこれからずっと知恵私貸してください。私の努力、あなたの知恵、二つどのような困難も乗り越えます。ああ、そうかもね。君の努力と僕の知恵か、悪くない組み合わせだと僕も思うよ。うん、